暗記は暗記のための自由、オープンソースソフトウェアである。日本語の暗記に基づいて命名された。問題文と回答をペアにした暗記カードの問題集を自作し、それで学習することができる。能動的に思い出すテスト、間隔を空けた復習、忘却曲線に基づいて出題頻度を管理することができる。画像や音声を埋め込むことができるので、問題文を画像にして、 それに対する答えを単語で答える問題集や音声に対して答える問題集、発音画に通った音声を聞き比べるリスニング問題集なども作れる。数式を埋め込むことが可能で数式を覚えるために用いることもできる。ミカテックスや DB プングなどのソフトをインストールしていけばレイテックスファイルを用いることもできる。一つのデータから複数のカードを作れるので 例えば和訳問題、英訳問題、リスニング問題を一つのデータから同時生成することなども可能である。また、アドオンが充実しており、無料で利用することができる。例えば、中国語の学習用に漢字から音声とピン位を埋めるアドオンなどがある。生座に安パーメモに類似したシステムである。暗記の間隔を空けた復習の間隔を決める計算式は、 スパーメモの SM-2 に基づく。アンキーウェブはアンキテクスツタイリミテッドが開発提供しているウェブサービスである。アカウントを作成することでウェブ上でカードの作成、学習及び各エディション間の学習状況の同期ができる。これを利用すれば、例えば問題集はパソコンで作り、勉強はスマートフォンで行うという使い方もできる。 また、アンキーウェブ上のカードは誰でも公開し共有することができる。公開されているカードはすべて無料でダウンロードすることができる。iOS 版だけ有償で、それ以外は無償。モバイル向けにアンキミニがあったが2010年が最後の更新。似た名称で同じようなアプリケーションであるアンキープがあるが、これはアドミアムコープが開発している別物である。 チェンジズ暗記、パワフル、インテリジェントフラッシュカーズ、ハットティップスフォーマスタリング、A プログラミングランゲージユージングスペースドレペティション、スマッシングマガジン前書き暗記、日本語マニュアルウィキ、暗記マニュアル、docs.ankiweb.net、2020年11月29日閲覧、暗記マニュアル、docs.ankiweb.net、o C 2020年11月29日閲覧。アドオンズ4暗記2.0キーウェブ、ハットチャイニーズサポートリダックス V0.10、0キーウェブ、ハットホワイアンキ、ア暗記マニュアルハット AP アカウントタームズアンキーウェブ、ハットアンキーウェブと同期ア暗記日本語マニュアルウィキ、シェアードデックスンキーウェブハット、ア暗記、パワフル、インテリジェントフラッシュカーズ。 apps.ankiweb.net 2020年11月29日閲覧アンキトロイドギトハブハットアンキパワフルインテリジェントフラッシュカーズアップス .ankiweb.net2020 年11月29日閲覧アンキパワフルインテリジェントフラッシュカーズアップス .ankiweb.net 2020年11月29日閲覧。Unkipe, the best flashcard app to learn languages and more.Unkipe is not part of the Unki ecosystem.Unki ecosystem, knowledge base.Unki support. ありがとうございます。